こよし、見ちゃ耳が。しけた面だな。ゴーヨ見るんがも。どこ行くどこ行くってしつこいよ。少しは自分でも考えてよね。どうする、明暗を期待しよう。一緒に考えろよ。そうだな、シンはジェクトだ。お前とシンは確かに通じ合っている。それが突破口になるかもしれん。でどうすんだよ。それが分かれば苦労はせん。だよな。私、ダメだね。なんだよ、いきなり。どうやってシンを倒すかずっと考えてるけど、エボンの教えにないことは私にはわからなくて。ごめん。ユウナ、謝るな。え？逃げているように聞こえる。ユウナには似合わない。うん、ありがとう、キマリ。あのさ、キマリは何かいい考えない？エボンの教えだ。教えじゃシンは倒せないよ。教えの中に答えはない。答えは教えの外にある。教えの中と外を知れば答えは見つかる。教えか。キマリならマイカに聞く。力ずくでも喋らせる。それだ、キマリすげえよ。ふん。おい、すんげえこと考えたぞ。あたしが思いついたんだよ、あたしに言わせなよ。要するにだな。ね、歌が鍵よ。歌って？ジェクトさんは祈りの歌が好き、そうでしょう。うん。だからマカラーニャ湖の底で歌を聴いてたんだよね。あれほど凶暴なシンが静かに歌を聴いていた。あのな、お前の親父さんのことだから言いにくいけどよ。うん、いいって。どうしようもないんだからさ。じゃあ言うわね。正面からシンに立ち向かっても到底勝ち目はないわ。けれど祈りの歌を聴かせればシンはおとなしくなる。その隙をつけばなんとかなるんじゃねえか。まあ反則かもしれねえけどよ、こだわってらんねえしな。なね、すごい作戦でしょ。ああ、試す価値ありだな。反逆者言うな。
面倒なことになりそうだぜ。よくもおめおめと姿を見せたな。エボンの名のもと成敗してやる。だってさ、どうする？売られた喧嘩は買うよ。突撃準備。待ちなさい。監督官殿、あなたたち、ユーナ様に何てことするんですか。ユーナ様が反逆者だというのはアルベド族が流したデマです。何それ。マイカ様がおっしゃいました。では自分たちはどうすれば。下がってなさい。そうしなさい。さっきの話どういうことさ。あの、本当は私にもよくわからないんです。寺院全体がドタバタ混乱していて、私も昨日突然呼ばれて門営の監督を命じられたんです。人手不足のようだな。はい、はっきり言って寺院はかなり混乱してます。もうひどいんです。僧たちがみんなで責任を押し付け合ってるんですよ。もうエボンはどうなってしまうのでしょう。でも他の人が慌てているなら私がしっかりしないとですよね。ユナ様も頑張ってらっしゃるんです。私だって弱音は吐けません。それよっかさ、マイカ総老師に会いたいんだけど、できる？はい、大丈夫だと思います。裁判の場でお待ちください。あ、ちょっと待って。アルベドの流したデマって何さ。気にするな。マイカもユーナに頼るしかないのだ。はあ、そういうことか。虫がいいにも程があるわね。じゃあ説教してやるっすよ。うん、行こう。今さら何をしろというのだ。早くシンを倒せばよかろう。ユーナレスカにまみえ究極召喚を得たのであろう。ユーナレスカに会ったけどさ。私たちで倒しました。なんと。もはや召喚士とガードが究極召喚の犠牲になることはない。一千年の断りを消し去ったというのか、この大たわけ者どもが。何をしたか分かっておるのか。真を鎮めるただ一つの方法であったものを。ただ一つなんて決めつけんなよ。新しい方法考えてるの。そのような方法などありはせぬわ。尻尾を巻いて異界に逃げるか。スピラの救いは失われた。もはや破滅は免れえぬ。エボンジュが作り上げた死の螺旋に落ちゆくのみよ。わしはスピラの終焉を見とうない。終わりにはしません。なあ、エボンジュってユーナレスカ様もおっしゃってたわ。ちょっとじいさん、エボンジュって何なのよ。死せる魂を寄せ集め鎧に変えてまとうもの。その鎧神はエボンジュを守る鎧。その鎧を打ち破る究極召喚をお前たちが消し去った。誰も倒せぬ。ふざけやがって、好き勝手ほざいて逃げやがった。あの、マイカ総領事は。あの、まだ来ないぞ。いつまで待たせる気だ。変ですね。私探してきますね。お前、僕の部屋へ来て。はい。誰と話してんだ。ああ、
何でもないよ。祈り子様に会いに行ってきます。ふん。なるほどな。やあ、いつもお世話になっています。で、なんだ。真を復活させずに倒す方法、わかった？じゃあ、わかったらまた来てよ。話があるんだ。真を復活させずに倒す方法、わかった？どうするの？エボンジュ、倒す。そう、エボンジュを倒せば終わる。ねえ、エボンジュのことどれぐらい知ってる？シンが復活する鍵。シンという鎧をまとった存在。エボンジュはね、昔召喚師だった。あれほどの召喚師はいない。でも今はただ召喚を続けているだけの存在。悪意も善意もなく、永遠の夢を願っているだけの存在。永遠なんてないのにね。ああ、俺たちが終わらせるからな。究極召喚でシンを倒してもエボンジュは倒せない。エボンジュは究極召喚獣に乗り移って、それを新しいシンに作り変えてしまう。エボンジュが乗り移る。そして新しいシンに守られて、エボンジュは召喚を続けるんだ。永遠にか。でも君たちが終わらせるから永遠なんてない。ああ、エボンジュは真の中にいるよ。ねえユーナ、僕たちも協力するから、エボンジュと戦うときは必ず召喚してほしい。君たちの剣や魔法じゃ倒せないと思う。だから呼んで。必ずだよ。はい。それから君、すべてが終わったら僕たちは夢見ることをやめる。僕たちの夢は消える。うん、あんたたち長い間頑張ったもんな。ごめん。お疲れさん。何の話？なんでもない。そんな顔すんなよ。俺たち、シンを倒せるんだぞ。もっと嬉しそうな顔しろよ。何か隠してるよね。隠してない。本当に？嘘、下手だね。あの、マイカ総老師がどこにもいらっしゃらないんです。それ、もういいんだ。そうですか。そうだ、歌のこと頼んでもいい？ああ、そうそう。ね、できるだけ大勢の人に伝えてほしいんだけど。はい、何でしょう。空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたらみんなも一緒に歌ってください。スピラ中に伝えてくれ。意味がわかりません。何でもいいの、このまま伝えて。空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたらみんなも一緒に歌ってください、ですね。それでシンを倒せるかもしれないんだ。本当ですか？はい、すごいです。
任せてください。スピラ中に伝えます。今のうちにけじめつけたいことがあってよ。俺アルベドのこと何にも知らなかった。よく知らないくせに話聞こうともしねえで毛嫌いしてたんだ。だからその俺が悪かった。申し訳ありませんでした。気にすんじゃねえ。俺だってエボンの民ってやつが大嫌いでよ。まあ世の中にはいろんなやつがいる。いいやつもいれば嫌なやつもいる。そんだけの話よ。